日本では、ハサナルボル、キア国王の故障が主に用いられる。首相、国防相、蔵省、外省を兼任し、ブルネーの国体化において、事実上の絶対君主といえる強大な権限を有している。ブルネーで発行されている複数のブルネードル紙幣に、肖像が使用されている。また、世界各国の君主の中でも、 有数の資産家としても知られ、ギネスワールドレコーズに、世界一の符号として記録されていたこともある。スルターン在位期間は54年間にも及び現在の、世界の君主の中では、イギリスのエリザベス2世に次ぐ長さである。軍を視察中のハサナルボルキア国王ブルネーの、生態は、形式上立憲君主制をとってはいるが、立法においては、 法律の最終制定権を国王に置き、司法においても裁判官の任命権を国王が有するなど、事実上は絶対君主制と言って良い。ハサナルは独立以来この国王の地位にあり、前述の通り首相、国防相、増将も兼入し絶大な権限を振るっている。石油、天然ガスの豊富な産出に基づく安定した経済力を背景に、 インフラの整備幸福市政策を実現しさらに公務員の大量雇用によって国民の経済水準を引き上げてきたまた公務以外においても毎年ラマダン明けの大祭の際には応急を開放し国内外からの数万人に及ぶ参列者一人数とと握手を交わすなど国民との融和に努めているまた訪問者には手土産に 貸し類を渡し、子供にはお小遣いを渡すという。高い生活水準を享受する国民からの信頼は全般に厚く、毎年7月15日の国王の誕生日には、市中に装飾がなされ、国を挙げた祝賀会が催される。現在のところ、国民の参政権は皆無でありながら大規模な民主化運動や反体制運動も発生していない。 ただし近年は将来の資源枯渇に備えた経済の多角化の必要性もあり、徐々に国政を変化させつつある。ハサナルは2004年独立以来停止していた立法評議会を再開するとともに憲法改正によって従来の任命議員に公選議員を加えるものとした。また2005年には大規模な内閣改造で閣僚の 刷新を行い、エネルギー大臣職を新設した。三人の王妃との間に五男七女、計十二人の子女がある。このうち、サレハ第一王妃との間に生まれた長男アルムタデー、ビラが1998年に王太子に建てられ、2005年からは上級大臣として筆頭閣僚の地位にある。また、実定のモハメッド・ボルキアも1984年の、 独立以来外相として政務を補佐している。ハサナル・ボル、キア国王により建設された遊園地、ジュルドン・パーク・ハサナルは、その莫大な個人資産と豪奢な生活ぶりでも知られる。2008年の米経済誌フォーブスでは、個人資産は200億ドルと見積もられており、これは国家元首としては世界第4位である。 王宮の部屋数は1788を数え、趣味のポロに用いる馬が多数飼育されている。また、自身の50歳の誕生日に合わせて、東南アジア最大級の遊園地、ジュルドンパークを、個人資産から建設して国民に開放し、マイケル・ジャクソンのライブを無料開催するなど、豪遊の話題が非常に多い人物である。特に彼が熱を上げているのが乗用車の収集である。 コレクションの総数は5000台に上ると言われ、エデイリーリン、ミラー神が2007年に伝えたところによれば、コレクションには、以下の車が含まれる。これらのコレクションの中には、世界で1台しか存在しない AMG メルセデス、CLKGT-R の右ハンドル車や、28台のみ、生産されたランボルギーニ・ディアブロイオタなど、大変希少なモデルや、ピニンファリーナが制作した。 フェラーリ456のシューティングブレークや非公開のフェラーリ等彼の発注による独自モデルも多数存在する。これらのカーコレクションは専用に建設された巨大な立体駐車場に収められているという。また、ボーイング747から400やエアバス A340 をはじめとする旅客機、ヘリコプターも多数所有している。 陸軍士官学校時代の経験を活かし、自ら操縦を行う場合もある。ありがとうございます。